なんだってばよ、この感じ。確かに手応えはあった。なのに打ち取った気がしない。やっぱりさくらちゃん、このオロチマルは偽物ね。どういうことだ。首元にいくつか手術痕が見られます。しかも体温はなく、心拍も停止している。これはオロチマルに似せて作った体を至根の術で操っているだけです。へえ、よく気がついたね。3年前に会った時はただの役立たずだと思ってたけど、どうやら少しは成長したみたいじゃないか、君も。あんたのこといろいろと調べさせてもらったからね。それに私はもう役立たずじゃない。さて、それはどうかな。またか。大和隊長とナルトはオロチマルを抑えてください。あいつは私がやります。さくらちゃん、サスケを返せ。返せはないだろう。彼は自分から望んで我々のもとへ来た。引きずりすぎだよ、男のくせに未練がましいね。大丈夫ナルト、あっちは頼んだわよ。おっ、そろそろ行かせてもらうか。ただ今日は絶対に許さない。まさかねえ、ここまで力をつけているとは。ここまでか。君らの相手はここまでにしておくよ。逃げるのか。随分と決断が早いな。まあね、無駄な抵抗はしない性格でね。それに君たちではサスケくんを連れ戻すことなどできないって分かっているし。ならやってみねえと分かんねえ。やってみなければか。無駄だよ。今のサスケくんは君たちの知っているサスケくんじゃない。どういうこと？人は変わる。そしてそれはサスケくんにも当てはまるってことさ。なんだとせいぜい悪あがきをすることだね。